世界のどこかで、今この時も、誰かが星空を見上げ、星座を探している。双子座。おうし座。オリオン座。遥か昔、人々は星と星とをつなぎ、天空に動物や人の姿を見ていた。古代の人々の想像は、数千年の時を経て受け継がれてきた。科学の時代になっても、私たちが星座の世界に惹かれるのはなぜだろうか。春、夏、秋、冬。古代ギリシャの人々は、根気よく星の動きを観察した。そして変わらない星座の形と、その上を動く太陽や惑星たちの動きに気づき、これらを神々の姿と見た。月は満ち欠けを繰り返しながら星座の中を進み、1ヶ月で一巡する。月の女神アルテミス。明るく輝く太陽は、星座の中を一年かけて進んでいく。太陽神アポロン。太陽の近くで輝くこの星は、朝夕に見える明るい明星。美の女神アフロディーテ。星座の中を悠々と動く明るい星、木星。神々の頂点に立つゼウスはこの木星だ。ゼウスはしばしばわしの姿で人の前に現れる。太陽と惑星は天空の決まった通り道を動いている。古代人はここに十二の星座を作った。
星座の生い立ちと深い関係があるギリシャ神話。数ある物語の中に、古代ローマの詩人オイディウスによる変身物語がある。その冒頭で語られる四つの時代と正義の女神アストライアのエピソードを追ってみよう。かつて黄金の時代、神々と人は共に暮らしていたという。黄金の時代、実り豊かな大地に暮らす人々は法律もなしに、おのずから正義を守っていたという。銀の時代、ゼウスが四季を作った。人々は手作りの家々に住むようになり、季節に応じて農耕が始まった。神々はまだ地上で人と語らっていた。その中に正義の女神アストライアがいた。彼女が持つ天秤は、正しい心と悪の心を測ることができたという。銅の時代、武器が生まれ、人々はそれを手に従った。世界に陰りが見え始めた。鉄の時代、ついに正しい心は失われた。暴力や戦争、
たちまちあらゆる悪行が押し寄せ、正義は消えた。神々は人々の愚かな行動に呆れ、天上世界へ去っていった。大地と人々を愛した正義の女神アストライアは最後まで地上に踏みとどまり、人々に正義を説いた。しかし人の心は正義から離れ、人々はアストライアのことを忘れていった。アストライアよ。ゼウス様、なぜお前はあのように呆れた人間たちに手を差し伸べるのだ。私は人々の正義の心を信じたいのです。人間たちはすでにお前のことなど忘れているというのに。正義の心、悪の心、私は信じます。人の心に正義の光が残っていること。明日が、未来がきっと黄金のあの日々につながっていると。地上最後の女神アストライアもついに天へ去り、その天秤は天空で星座になった。
十二星座の一つとなったか。これからも続く鉄の時代がいつか終わる日を見届けようというのか。アストライア。古代の人々が神羅万象を説明するためには神話が必要だった。彼らは自然に対する驚きや尊敬の気持ちを空に描いたのだ。時間は紀元前から現代へ向かう。時が流れ、月は満ち欠けを繰り返しながら天空を横切る。季節が巡り、太陽と惑星たちが十二星座の上を進んでいく。時折彼方から彗星がやってくることも。
人の命が途切れることなくつながっていくように。膨大な時を経て伝えられた星座たち、遠い過去の人々が見た星座の変わらない姿を私たちも見ることができる。これは変わらない星々の位置と変わらない人々の気持ちが成し得た壮大な出来事。遺跡のように星座は未来へと受け継いでいくべきかけがえのない人類の財産なのだ。それを受け取った私たちは次の時代へ伝えていこう。私たち一人一人もまた大きなつながりの一部なのだから。さあ、この星座たちを未来へ届けよう。それは時間を超えて届けられる絵手紙のようだ。古代の人々と私たちをつなぐ星座、そして未来にもつながっていく。遥か未来の人々も同じ星座を見上げるのだろうか。移りゆく時を旅している私たちは星空を見上げ思いを馳せる。変わらぬ星々と遥かな物語に。